もう撮ってんの？はい。どうもこんにちは。こんばんは。おはようございます。今東北の、岩手の水沢市というところへ伺ってまして、大谷翔平さんの、出身地で、大谷翔平さん僕ね中学高校1年の時に会ったことあるの。学校寄せで行って。東花巻高校か、はい、花巻東だ、はい、ね、そこ行って菊池雄星さんが卒業して、その後行ったの。お師匠が公園にいたんですね。そうそう、俺とね、小波さんと二楽さんと枝太郎さん、はい、あとだ今の新右衛門辞めちゃった有利、うん、結構大勢さん、そうそうそう、お囃子教室があったりして、そこで学生さんがね、はい、楽屋に挨拶に来てくれた、はい、その中に一人背が高い人がいて、はい、写真撮ったのにさ、枝太郎さんが、うん、なんかおばあちゃんが捨てちゃったんだって。ひどい、もったいない、もったいないよね。で、なんか今友達に渡したのがあるからどうかね、なんて。大谷翔平さんと師匠が写真を撮ったところですね、うん、みんなと一緒に、ね、すごい、まあ、それはもう今のスターになるもっと前の高校生時代の高校生時代、高校1年こう光るものがあったね。そういうもんなのよ。見てわかりました。見てわかった。僕は君は二刀流になった方がいいよ。師匠、それも持ちネタなんであんまり言わなくていいんじゃないですか。YouTube。うるさいね。はい、今日は水沢の、増長寺さんと、これ、お達者落語会というね、はい、この NPO 法人の皆さんと合同の会で、Z ホールね。この Z ホールもなんか大谷さんが会見したんじゃなかったでしょうか。会見はね、そこのすぐ近くのホテル。ああ、そうですか。これほら、一番最初はね、うちの師匠の追悼で増長寺さんでお世話になったのよ。19年、ね、うん、そうそうそう、福丸庵さんと僕でお世話になって、増長寺さんはもっとほら、もっと前、1年前から、途中で2件やるようになって、今コロナがあって合同で、来年はお寺さんでもやりたいねなんて、ほら、うだちゃんと来たよな、あら、亡くなった幸福と、はい、うだんじさんと、はい、で僕がこれ何年、平成18年、はい、何年前、それから毎年やってもらって、コロナで1回休みがあったかな、なかった、あったかな、1年ぐらいよ、それも。ずっと いろんな方来てますわね。一番にも来てくれたり、今のほら講座見て、エンタロンさんやってる、あ、写してあげて、写していいんですか、うん、ね、エンタロンさん今化け物をつけてやってます。はい、エンタロンさん多いな、一番に、こっちはね、この辺の三教師匠とか新人アイさん、それから一番に円太郎アイさん、高島も来てるね、で三教師匠、三教師匠、円太郎アイさん、正座アイさん、この間ね、ほらほら今日明日は花座の昼夜の公演があります。明日もう一件お寺さんを午前中にやって仙台へ向かいます。花沢は18、19と、はい、2時と6時半だっけな、はい、ね、その2回公演です。平日ですが、どうぞお待ちしております。またよく、ツイッターとか、ツイッターじゃないか、 X か、はい、Facebook、Instagram の中に、出してるチラシを持ってきていただければ、500円引き割引料金ということになりますんで、ぜひお待ちをしております。それでそらじゃあ20日は帰るんだよね。19日に帰るのか、はい、十分に帰らせていただきます、ね、友達の結婚式がある、はい、僕とあの髪切りの木之助さん、花沢のゲストというか、はい、色物さんというか、膝が、林家木之助さんというね、はい、若い、髪切りの方が、はい、それも2日連続、明日明後日と出ますので、僕は2席やって、そらじも2席やる。いや、もう花沢そんなにあのネタがもう僕は出し切っちゃってるんでね。あんたあんたネタがないのに、はい、
もう一発の話家になったようなつもりでいるからダメよ。話家はね、はい、落語やってそれで話家なんだよ。そうですね。あんたね、テレビだとかそういうマスコミに出たいと思ったら、はい、他の師匠のとこ行った方がいいんじゃない。そうですかね。マンキッツさんのとこでも行った方がいいんじゃない。マンキッツ師匠は本当に素晴らしい師匠です。もう出ない。俺は石川には行きますよ。そうですか。じゃあよろしくお願いしますね。6月22日、うん、23日、うん、まあ、マンキッツさんよろしくお願いします。体の人ね、師匠そういうこと言うと満喫師匠があの言いづらくなる。いいじゃないの、あんたがやりづらくなっちゃう。お客さんをね、最初もうあんただけで1時間やればよかったな。今更言ったってしょうがないけど。そうですね。お客さんを贅沢に差し上げない、はい、そうですね。ハードルはかなり上がっちゃいましたよね。そうだから、あんたなんで相談しないの、はい、勝手に、シルエットゲストなんてね。シークレットです。シークレットか、はい。それで20日は僕と木之助さんで、山形のあれ何町っつったっけね、松林のうちの近所、隣町、はい、それ、あの誰も松林のうちを知らないんで。あ、そうか。ヒントにならないですね。松林のうちはね、中山町っつったっけね。あ、そうです、そうです、ね、その隣の、はい、ね、はい、もうすごい石庭さんが神社を買ってそこに寄席を作っちゃった。すごいですよね。ね、またいいお客さんでね、はい、4月の20日はそちらで昼の公演でございます。僕も終わってすぐに、東京へ帰って、明くる日は新内のパーティーがあるからね、はい、そっち出なきゃいけないんで。21日ですね。え、21日だね。僕もそちら応援に行かせていただきます。あ、あんたも出るの。出るというか分かんない、初めてなんですが。ああ、じゃあ早く行って手伝い。はい、2つ目の応援が欲しいということでね。それからあとは、また浜松の、うん、なんだっけ、静岡芸術文化大学のまた講義が始まります。文化芸術大学です。文化芸術大学、はい、俺は非常勤講師か。はい。あんたは特別講師です。どっちがいいんだろうね。特別の方が偉そうですけどね。ねえ、非常勤の方がまあまあ、はい、あ、そうです、ね、調べたところ、うん、特別講師は非常勤講師の補佐みたいな。あ、そうなの。扱いらしい。だからうまくやってくれて、はい、ね、そちらが始まって、はい、その後またね、これがまたすごいイベント、大分の大分市の能楽堂で、はい、野村萬斎さんとかね、それから、あ、お父様出るんだっけな。万作さんっていうのは出るんでしたっけ、うん、そうよ、はい、それから あと深田さんってね、はい、大分出身の狂言の方、はい、ね、そういう方とのコラボで僕大山参りやらなきゃいけない。あんまり聞かないですね。いや、だからもう久しぶりに狙いをね、さらってやった。また花座でもやりたいんだけどね、ちょっと怖いから。それはまあお客さんを見てという。何見てんの。いや、野村萬作さんはどういう人なのか。萬作さんお父さん。調べて。野村萬作。そうですね。そうよ。そうですね。ね、すごい会に出させていただきますんで、はい、まあ、チケットがあるかどうか分かりませんが、調べていただいて、うちからの応援も20人ぐらい来ると思います、うん、ね、あんたもうち泊まらなきゃ。え、また師匠のお宅に。そうよ。お邪魔しちゃっていいんですか。で、これがほらで帰ってきてまた1週間ちょっとね向こう行って で、ね、5月の1日からこちらが始まります、はい、うちの師匠が100年来てれば100歳ということで、うちの師匠のお座談会、弟子の座談会。なんか男前のデカみたいなのは誰なんですか。うちの師匠で若い頃の新次の頃。デカですね。これはね、はい、今亀山に行ってる三重のね、はい、岩本さんが大須演芸場で撮ってもらったのを使わせていただきました。あ、これ大須演芸場で何十年前撮ったっていう、もう証拠も歴史も残ってるんですか、うん、そうそうそう、残ってるんですか、うん、その岩本さんからいただいた写真。横に誰かいますね。そうそう、耳がちょっとね、はい、耳が気味が悪いってんで、はい、もうギリギリまであのトリミングしてもらったんだけど、ね、はい、はい、あんたも出んでしょ。出させていただきます、ね、上方ゲストも豪華です。たまちゃん、はい、ね、それから梅団治師匠、はい、吉坊さん、塩大師匠、それから福祥師匠、はい、文雅師匠というね、
日替わりで、出ていただきます。また、兄弟子も福丸兄さん新次兄さんは、カップレが末広亭であるんで出られない。古文次兄さん右團次さんと出ます、はい。ね、このチラシを画像でもこの原版でも結構です。持っていただき、ますと木戸で、見せていただきますと、そうですね、はい、500円引きになります。どんどん、X、Instagram、Facebook を使ってください。お待ちしております。座談会もね、うちの師匠の逸話やなんかをみんなね、面白い逸話、僕もあるんだけど、はい、思い出したみたいな、ね、新しい逸話を思い出したんですか。そうそうそう。何があったんですか。うん、言わないその時に言います、はい、ね、よろしくお願いします。じゃあソライさんもちょっと撮ってあげる、うん、あ、明日は二つ目として花座に上がるんでしょ、はい、初めてね、二回公演なら4席やらなきゃいけない。しかも朝はお寺で帰る。明日はね、五席じゃないですか。五席。いや、俺なんか6、明日五席だよ。あ、五席じゃないよ。あ、俺五席だ、はい。あんたが三席。ね、うん、まあまあ、宣伝してよ。よろしくお願いします。あんたまた大分のその狂言の皆さんともコラボに出るんでしょ、はい、もう出させていただきますね。あとどこだっけ、はい、あ、5月も出るんだ。5月11日に堺町会館、うん、堺町会館5月の11日や、5月 の、 あの池袋演芸場にも出るんでしょ。演芸場今さっき言ったじゃん。言ったか、はい、あと15日は師匠の続編会で日暮里サニーホール、あ、そうそうそう、夜にあるんですよ ね、 ね、うん、あ、すごい受けてるな。一番いいところ聞き逃しちゃったじゃん。聞き逃しちゃったよ、はい、まあ、そんなことよりもですね、うん、6月の22、23と、うん、石川県能美市で、うん、能美市と金沢市、うん、2日連続で公演がありまして、うん、師匠にも石川県に来ていただきます。いや、俺は行かないで、もうあの満喫さんに行ってもらう。もうチラシも1500枚印刷して、もう師匠さんも、はい、あの満喫さんにまた来てもらいたい。チケットもあの石川県のいろんなところに置かせてもらってます。いや、もう俺は行かない。あの金沢市内のジープ石川、ジープ石川じゃない、シトロエン金沢、ね、トライアンフ金沢。あんたなんでここは宣伝してん の、 あのチケット置かせていただいてるんですね。いや、いいじゃない、まあ、出演者はその日によって変わることもありますって書いてあった。そうですね、書いてないですよね。だから俺はもう、すぐに金代さんに行く。金代さんに、あ、うなぎを食べに行くんですか。うなぎじゃない、落語やりに行く。あ、落語やりに行く。米実証のね、あ、お仕事。あ、その後会があるんでしたっけ。え、石川から今度京都ですか。石川行かないもん、直に京都行く。めんどくさいこと言っておりますけど、ね、ぜひ、はい、石川の皆さんは落語好きな石川県民が増えたと思いますんで、うん、ちょっと俺これ食べたいな、これ。ちょっと開けてみて。いい、はい、ここの水沢のね、おむすびが美味しいのよ。細長いおむすびね、これ。これは美味しいんですが、師匠、僕は着物を畳まないと買えない。ああ、そうかそうか、ね、じゃあそろそろね、はい、お開きにしたいと思います。じゃあそれさね、畳みます、ね、畳んで、はい、じゃあ自分のも畳んで、はい、ね、化け物使いで、本当に、はい、ネタ帳も書かないといけない。あ、そうそう、書いといて、はい、はい、俺カバンの中しまって、ね、俺にお茶も出さないで。はい、お茶はそこ並んでます。はい、ご自由に。はいはい。じゃあ、また白山先生の花座で、花座で、あら、すごい、花座でお待ちしております。よろしくお願いします。